スレスレ。これは座高が高いとぶつかるってこと。運河には50以上もの橋がかかっています。実は町の名前でもあるブルージュとは橋を意味する言葉なんです。さらに行くと、このクルーズの中で一番低いという橋が。頭気をつけて頭気をつけて、だってトング上手カモ。本当だ、カモと白鳥が。みんな慣れてるね、船に全然逃げない。かわいい白鳥がいる。deze romantische plek dit voor様々な建物が立ち並び、中世の雰囲気を今に伝えています。教会ですよ、教会。すごい綺麗。水上から見上げる教会、素敵だ。中世の街並みを堪能できる30分、これこそブルージュならではの水風景、運河から見る中世の街。優雅に巡る運河クルーズ、まるで何かのアトラクションに乗っているかのよう。あ、あれはブルージュのシンボル、鐘楼ですね。Une tour de 83 mètres qui se situe sur le Grote Markt. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 27 tonnes. We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. クルーズ中、必ずガイドさんが指さす家があります。よく見ると。本当、ワンちゃんだ。何してるんだろう。実はこのワンちゃん、いつもここで昼寝をしているんだとか。今では運河クルーズの観光名所になっているんです。起きて、かわいい、かわいい、名物ワンちゃん。バイバイ、おもてなしだおもてなし、かわいいね。左手に見えてきたのはちょっと変わった形の家。この階段状の屋根は中世に流行した装飾方法で、運河沿いには今もこうした家が残されています。狭い運河を抜け広い運河へ。この先で船は U ターンをして同じ運河を引き返していくのです。やっぱり全然違う、なんか街から見た川とここから見た。Das Gebäude vor uns mit dem Turm war im 15. Jahrhundert eine Pufdachloge。30分の運河クルーズもそろそろ終盤。
船の上から見る中世の街並み、十分目に焼き付けてください。街を歩いてみるのとはまた違う発見がある運河クルーズ。田中さんも水の都ブルージュの醍醐味を十分満喫できたようです。来ましたよ。全然違うし、なんかこう生活にこう水がこう息づいてて、なんていうか近い密接してるんだなと思って、うん、すごいそこから見る景色が全然違って楽しかったです。クルーズを終えて再び町を散策。さあ今度はどんな発見があるんでしょう。チョコストーリーって書いてある。これかかな。ここかな。あ、ここですね。お邪魔します。こっちだ。ベルギーといえばチョコレート。こちらはチョコレートがテーマの博物館、チョコストーリー。おやおや、早速試食ですか。うん、おいしい。そんなに甘くないんだな。いくらでもいただけるお味。ダメダメダメ。中へ入ってまず目につくのがこちらの展示品。これはホットチョコレートとかかな。飲むチョコレートですね、これはきっとの入れ物。これチョコレートの缶じゃないですか。違うのかな。これかわいいですね。有名な人たちなのかな。多分有名な人たちです。何か見つけました。ゴミ箱までカカオです。おお、本当だ。カカオの実。チョコレートが有名なベルギーの中でも特にブルージュはチョコレートの首都と呼ばれるほどチョコとの関わりが深い町。この博物館ではチョコレートの歴史を学べるだけでなく貴重なコレクションを鑑賞することができます。チョコレートの香りがしてきた。チョコレートの香り。この先で何かやってるのかな。なんか音がする。あ、実際に作ってますね。すごくしてたんだ。もうアートですね。すごい。チョコレートの彫刻。わあ、どうやって作るんだろう。すごい。すべてチョコレートで作られているというこちらのオブジェ。その完成度はまさに芸術作品。
ちなみに食べようと思えば全部食べられるそうです。こちらはお土産売り場のようですね。あー、家でチョコレートをこう溶かしてつけて食べられるようなものがある。チョコレートのろうそく。あ、甘い匂いがする。チョコレートのボディクリームみたいな、シャワージェルとハンドソープとかあります。チョコレートの匂いがする。ハンドクリーム。食べられそう。何これ、すごい、本当にチョコレート。すごい、チョコレート、チョコレートを塗ったような。こちらはチョコストーリーの中にあるショップエリア。チョコレートはもちろんのこと、なんとチョコを使った化粧品なども販売されているんです。チョコの香りがするハンドクリーム、もちろん食べることはできません。もう甘い香りがしますね。私食べれますよ、きっと。食べたら美味しいかも。すごい。チョコレート好きにはたまらない博物館です。かわいい。すっかり頭の中がチョコレートでいっぱいになった田中さん。続いて向かったのはやはり、あ、チョコレートって書いてある。かわいい、きれい。わあ、どれもおいしそう。いろんな種類がありますね。いや、見てるだけで楽しい。綺麗。甘い、いい香り。すごくいい香り。日本からの観光客もよく訪れるという人気のショコラテリ、スックルブック。店内にはさまざまなチョコレートが所狭しと並んでいます。中でもこのお店の名物となっているのが、見て見て、すごい綺麗。これチョコレートですかね。それはチョコレートボックスよ。食べられる箱なの。イートボックス。あ、これ箱が、箱がチョコレート。全部チョコレート。中には違うチョコレートが入っていて、外側も全部チョコよ。すごい。箱もチョコレートだって。こちらはお店の人気商品、チョコレートボックス。中にはいろいろな味が楽しめる10種類以上のチョコレート、そして箱自体もチョコでできているというお菓子なんです。チョコレートは店内の厨房で一つ一つショコラティエが手作り。時間と手間をかけて丁寧に作られています。どんなチョコレートが好き？ナッツみたいのが入ってるのがいい。ナッツね。ヘーゼルナッツみたいなのがいい。ヘーゼルナッツの、うん、ヘーゼルナッツ。ミルク、ダーク、ホワイトチョコ。あ、ミルク、ミルクね。これはアーモンドよ。わー、私ナッツのチョコレートがすごい好きなんですよね。おいしい。 It's good taste. ベルギーの
お菓子は全部甘さがそんなに甘すぎずとっても美味しい。そう、甘すぎないわね。ずっと食べてられる。うん、私は太ります。I mean ダイエット。ダイエットしてるの？全部ビタミンだからカロリーはないわよ。なカロリー本当？ Really？ さらに試食させてくれるようです。見てこの綺麗で薄い。パリパリして美味しい。中がサクサクしてる。なんだろう、この中に入ってるものは何ですか？それはライスクリスプよ。ライスクリスプ、美味しい。美味しい、全部美味しい。困る。あまりの美味しさにチョコレートボックスをお買い上げ。箱は1年、中のチョコは8週間持つわよ。8 weeks 持つのね。本場の味を十分楽しむことができました。こちら、この後は絶品のムール貝を堪能。うわー、すごい。ムール貝、甘くて美味しい。似てます、似てます。さらに心も体も温まるホットチョコレートを味わいます。女優田中美里が巡るベルギーブルージュの旅。はあ、お腹空いた。あ、ここかわいい。すごいかわいいお店。ここにしよっかな。ちょっと入ってみよう。そろそろランチタイムですからね。ボンジュー、ボンジュー。いらっしゃいませ。おっと、びっくりしたよ。どうぞこちらへ。 Thank you。 こちら、Thank you。 あ、可愛らしいお店。路地裏で見つけた小さなレストラン、ドゥ・ブラームスポット。ベルギーの家庭料理が楽しめる地元で人気のお店です。お店とっても可愛らしいですね。ありがとうございます。もう30年目になるんですよ。30年。ここの建物自体は古いんですか？ええ、とても古い建物で1832年に建てられたものです。そんなに古いんですね。どんなお料理がここはメインですか？ベルギーの郷土料理です。私のおばあちゃんの料理ですよ。おばあちゃんから教わったレシピで料理をお出ししているんです。おばあちゃんのところ代からの。じゃあ本当にベルギーの昔からのお料理を味わえたりするんですか？そうです、おばあちゃんの味です。ここはとても古いキッチンですよ。あ、とても古いキッチン。おばあちゃんの味か、すごい楽しみですね。おすすめはどれですか？ムール貝とビーフシチュー、それからうなぎのグリーンハーブ煮がおすすめですよ。うなぎあまり好きじゃないんですけど、挑戦してみようかな。うなぎとムール貝、お任せ。かしこまりました。ドキドキ、うなぎ苦手なのまずはムール貝から。
ヨーロッパではポピュラーなムール貝。新鮮なムール貝に香草と玉ねぎを加え、味付けは塩コショウのみ。そこへ白ワインを注ぎ蒸していきます。味が十分に染み込んだら出来上がり。あー来たー、白ワインに合いますよ。サプライズ。わーすごーい。ムール貝、ムール貝の白ワイン蒸し。素材の味を生かすため味付けはシンプルに。こちらでは最もポピュラーな料理です。いい香り、いただきます。たくさん入ってる。あっプリプリ。 We can eat it like that。 食べ方を教えましょうか。どうやって食べるの。やってみて。この殻を使って身を掴むんです。こうやって。あー挟むんだ。へえ。ちょっと私もトライしてみよう。早速やってみましょう。いきます。よっ。ほっ。グッド。素晴らしい。うん、おいしい。うん、これいっぱいありますけど、これって何人くらいでいただくものなんですか。一人分ですよ。実は貝の身は 400g しかないんです。ほとんどが殻なんですよ。だから鍋も大きくなるんです。一つがこんなに大きいですからね。田中さん、ベロッといけそう。続いては牛肉のビール煮。大きな専用の鍋で牛肉を4時間かけて煮込みます。ベルギーで古くから食べられているという伝統料理、牛肉のビール煮。4時間以上ビールで煮込まれた牛肉はとろけるような柔らかさ。そして付け合わせにはフリッツ。大量のポテトを高温で一気に揚げていきます。ベルギーではビーフシチューに必ずフリッツがついてくるんだそうです。なに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 、すごい。わあ。ベルギーのフリッツですよ。わー、ポテトパイ。こちらにも独特の食べ方が。揚げたてのフリッツにかけていただくのがベルギー流。リンゴのコンポートを添えて甘みをプラスするのが美味しくいただくコツだそうです。いただきます。一緒にいただくんですね。熱々。そう。おいしい。もうポテトと一緒に食べるんですね。不思議。これも古い料理なんですか？中世から伝わるとても古い料理です。牛肉をビールで煮込むという伝統的な料理なんですよ。中世から。すごいですね。そんなにも長く愛されてきたお料理なんですね。お肉もとっても柔らかいです。これはやっぱりビールで煮込んでるからですか。そうです。4時間煮込んでいます。へー、4時間もかけて煮込んでるんですね。とっても美味しいです。料理全部おいしいんですけど、マリオさんはどこでお料理学ばれたんですか。おばあちゃんから学びました。小さい頃から一緒に料理をしていたんです。一緒に作って食べて、そして飲んで、じゃあ小さい頃だったら
料理歴は何年ぐらいになるんですか？40年以上ですね。あーすごい。続いてはうなぎの料理。内臓を取り、ぶつ切りにしたうなぎにハーブを加え、白ワインでグツグツと煮込んでいきます。そういえば、うなぎが苦手だと言っていた田中さん、なんだか落ち着かない様子。お待たせしました。うなぎの料理です。とっておきの郷土料理ですよ。これがうなぎ。 I don't like it. 苦手？大丈夫、美味しいから食べてみてください。ブルージュ産うなぎのグリーンソース。古くからうなぎが食べられているベルギーの伝統料理。ブルージュ産の肉厚なうなぎは食べ応え十分です。うなぎはぶつ切りで調理されているため、最初に骨を取ってからいただきます。どうぞ。苦手だといううなぎ料理、いかがでしょう？You like? Good taste. 美味しいでしょう。Very good taste. 本当に白身のお魚みたい。しかも全く臭みがない。美味しい。美味しい。I like it.12種類のハーブを使っていますからね。このハーブがこれそのまま、OK? このハーブで臭みがなくなって、とてもいい香りなんだ。おいしい。私いくらでもいけるかも、このうなぎだったら。食べられましたね。克服しました。とっても美味しいです。でもそもそもなんでうなぎが苦手だったんですか？そのニョロニョロしてるのを想像してダメだったのと、あとでやっぱり食べたものがちょっと臭かったっていうのがあるんですけど、これはなんか本当にすごく美味しい上質の白身のお魚みたいな感じで、いくらでもいきますね。全然臭くないのがびっくりです。この後うなぎ料理をペロリと平らげた田中さん、まさかベルギーで苦手料理を克服できるとは。大満足の夕食を終え、この日泊まるホテルへ。ベルギー旅行で最初の宿泊、どんなホテルなんでしょうか？チェックインプリーズ。お名前をお願いします。アミサと田中。どうぞこちらになります。 Thank you。ブルージュのシンボル、鐘楼の真裏という最高の立地条件のホテル、マーティンズブルージュ。すっきりとした外観でスタイリッシュなホテル。室内は落ち着いたシックな作りになっていて、旅の疲れをゆっくりと癒すことができます。窓の外に広がるのは中世の街並み。中心部に位置しているので、どこへ行くにも便利です。またホテルの1階にはバーも併設。朝方まで営業しているので、お酒を楽しみながらブルージュの夜を過ごせます。翌日、ブルージュの朝。この日は天気も良く、白鳥さんたちもどこかウキウキ気分。さあ、
今日はどちらへ向かいましょうか。